石橋博義は日本の実業家。株式会社ウェザーニューズの創業者で元代表取締役社長及び代表取締役会長。一般財団法人ワニー気象文化創造センター元代表理事。この節の特に名器のない出典は及びお参照のこと。石橋が畑産業勤務時代、要選の担当者であった。1970年1月。 当時5000本もの丸太を積んだ1万5000トンの船を担当していた石橋のもとへ帰港予定先の大阪港が200の船で混雑しているとの情報が届いた。入港数日前であったため、このままにしておくと10日間待たなければいけないという。さらに2000万円近くの対戦量が発生し、莫大なロスが発生するため、石橋は空光丸に行き先を 福島県いわき市の小名浜港へ変更するように指示。この時小名浜港では1日末だけで2役が開始でき、しかも空光丸は迂回量を払わなくても済む地点を航行していた。しかし、1970年1月31日空、光丸が小名浜港に到着した直後、南岸を北東に向かっていた低気圧が急速に発達。 小名浜港の外に停泊していた空光丸は怒りを下ろしていたにもかかわらず巨大な波の力で防波堤に叩きつけられ1月31日6時に沈没した船長は天候の急変を予想しておらず一足先に上陸しており助かったが荒れ狂う海に飛び込んで陸地に向かった乗組員のうち15人が亡くなったこの低気圧は全国で死者と 行方不明者合わせて25人、家屋の被害5000頭以上、船舶の被害293隻に上り、当時台湾坊主と呼ばれ、気象庁が後に昭和45年1月低気圧と命名した爆弾低気圧で、当時は爆弾低気圧を予測することが技術的に難しく、さらに海上気象提供サービスですら存在していなかったことがこの事故の原因であった。 と考え、オーシャンルーツに飛び込んでいった。それが、後のウェザーニューズとなった。この節の特に名器のない出典はお呼びを参照のこと。ありがとうございます。